ましておめでとうございます。今回はなんていうか新年だし小さい問題があったので、マイクラ動画を新しい姿でこの動画を基準としてアップロードします。ではこの注意事項が大丈夫な人たちはゆっくりしてください。あと今年もよろしくお願いします。どうだった？うぷ主から借りた映画は？あ、賢者の石、面白かった。主人公も可愛いし、2編もある。そうだな、うぷ主に聞いてみるかな？私も続きが見たいし。お前ら、何があったのか？ハランを殺してやるー。おーおー。一体何があったの？実は、私がインターネットを使うためにハランさんにノートパソコンを借りたんですが、その時レイムさんとフランさんが来てにょん。例のこともあるし、お詫びとしてマイクラで先にメイドでも連れてくるつもりだったがね。いや、これは直接見る方が早い。これを見ろ。これはマイクラ世界の入り口だな。起動するのは問題ないそうに見えるが、何が問題？この後が問題よ。あら？私、目が悪くなったのかな？なぜ？いや、マリサの目は正しい。悪いのはハランだ。今までやっていたワールドがない。このパカ主が、今からみんなでパカ主を探すのだぜ。ハランさんなら部屋にいると思うにょん。よし、それじゃあ私が連れてくるぞ。頼むよ。あら？みんなどこに行ってしまったのかな？さっきまでにいたような。お、フランか？みんなどこ？見つかったよ。このパカハラン。何があったの？こっち来い。ちょ。あ、お前らみんなここにいたのか？録画はあさってなのになんだなんだ？おいハラン。これ、なんだ？うん。あ、昨日ワールドを消して何もないマイクラだな。なんだその何もないって感じな答えは。なんで消したの？理由を教えてよ。そうですにょん。私とニトリさんは今始まったばかりなのに、ひどいですにょん。ま、遅かれ早かれか、実は昨日、エンダードラゴンをメイドに変身できるかテストするため、エンダーワールドを探して入ったが、モードのエラーでね、いろいろできることは全部やったんだが結局、蘇ることはできなかったよ。え、そうなの？なら、どうする？モードがないマイクラをするの？いや、モードは入れたよ。そしてテストもやったから大丈夫だと思う。せっかくだし、録画をするかな？で、新しく入れたモードは？メイドとドラゴンマウント、スマートムーピングそしてクラフトガイドはそのままで、ミニマップは違うものを入れたよ。もみじモードは？ごめん。そんなー、嫌だー、もみじちゃーん。マリサ？私が行く。頼むにょん。よほどもみじちゃんとの出会いを楽しんでいたようだな。後で追加できるかテストしないとな。それよりこれを見てくれ。新しいモードで尻尾を追加できるモードだよ。キツネの尻尾だけではなく、ドラゴンと悪魔の尻尾もあるな。私は急味だからキャラクターにも尻尾をつける方がいいかと思ってね。それは確かにいいと思いますにょん。はい、これが適用した姿。ちょっと変だが大丈夫？プレイするときには見えないから大丈夫じゃないかな？入れた意味ないんだろ、それ。それで追加したモードはそれで終わりですかにょん？いや、黄昏の森も追加したし、村が追加されるモードも入れたよ。残念ながらヒーローモードも抜いたので、タイトルも変えたし、ダイヤモンド街も見ることはできないよ。ダイヤモンド街をもう会えないの？そんなー。それでじゃあダイヤは地下で探すしかないの？どっちかといえば、それが普通だろうしね。そんなことより、私気になることがあるが、タイトルにあるハンターっていう言葉、入れたモードと関係あるの？あ、ザ、ハンターっていうモードも入れたの。それはゆっくり紹介するよ。それ以外に入れたのはアルスメジカ、ツ、テイル魔法使いモードも入れたよ。お、マリサのように魔法を使えることができるの？ああ、ちょっと難しいができるよ。さて、ボーナスチェストも探したし、そろそろ新しいワールドを探索して家を作ろう。ちなみにチェストはクリスマスに録画したものでプレゼントボックスのイメージですにょん。あ、初めて見る花発見。
魔法モードのものらしいね。後で確認しよう。家作りが先だしね。あれ？あれは何なの？敵？さあな。攻撃してこないし、ただの NPC らしいね。村を追加するモードの NPC かもね。でも、ここは小さな島ぽいし村は見えないにょん。まあ、東方モードの凛之助も村がないところにいるし、気にしなくてもいいかもね。いきなりエンダーマンは気になるですにょん。ここにも花があるが、一旦無視するよ。エンダーマンがちょっと気になるし。いてて、くっそ、エンダーマンが攻撃する、逃げろー。失うこともないし、ただ死ぬのもいいと思うよ。そうそう。せっかくお詫びしようと思っていた少女の心を裏切った罪だと思うがいいよ。残念。逃げったよ。ちっ。で、始めったばかりなのにエンダーマンさんがいるのは普通ですにょん。普通はないよ。これは私と霊夢の気持ちがエンダーマンに届けたので現れたのよ。まあ、この程度では大丈夫よ。一応気を切ってからあれこれする。マイクラの始まりはいつでも気で始まるからな。で、村探しはどうするの？一旦この周りに家を作ってから探すつもりだ。前にはひどい目にあったから、今回はハンターとして早めにエンダードラゴンをこの手に入れたい。でも、そうするとあまり動画的に問題じゃないですかにょん。話すこともほとんどなくなったしにょん。この時はこれだよ。なんですにょん、その件は。カット。まだ足りないが、これだけなら小さな豆腐家でも作ることができる。ねえ、ハラン。村追加モードの中で海の上にある村もある？いや、ないわずだが、あれは幻もないらしいね。きっとモードを追加してワールドがちょっとずれて村が海の上に作られたのよ。海の上だから村人がゾンビに襲われることもないから後で行こうよ。村がここから見えるからこの辺に家を作ろうよ。そうだな。ね、そういえばマリサとニトリはまだ帰ってこなかったよね。あ、そうだね。私がいてみよ。頼む。あ、ニトリ。ここにいたの？マリサは？部屋で泣いているまんまだよ。へえ。私は適度にマスパでも売っていると思って。は、早く土を埋めて家を作らないと。ねえ、ハラン。マリサ、もうすぐ来るかもよ。マリサさん、怒ると怖いですにょん。ま、マリサ、起きて。マリサが暴走している。くそ、フラン、ヨウム、捜査を任せるよ。私が行く。死ぬ気なの？私は死なない。ちょっと痛いだけであの暴走を止めることができる。そもそも、私のせいだ。あとは任せるよ。ハランさん？ゆっくりハラン、行きまーすー。どうしよう。やはり私たちも行くしかないにょん。ハランさんが。いや、そっちじゃなくて、動画だよ。一応あちこち行っているが、何をすればいいのかわからないよ。ここに変な木があるが、モードのものらしくて私はわからないよ。そもそも奴は私も壊すことができないから大丈夫だよ。そうなんですかにょん。どうしよう。また変な花も手に入れたし、夜も近いのにベッドはない。一応石が必要ですからここで石を掘るのはどうですかにょん。そうだな。そうするよ。まず、安全に降りるため道を作ろう。でも、なんだか静かですにょん。確かにハランはマリサがいるところに行ったよ。きっとマスパが乱れ打つと思ったが。せめてマスパの一発で殴ってくれー。そう簡単には殺さないよ。もうやめるんだ！まだだ。まだ終わらんよ。何？いやー！はぁ、すっとしたぜ。いやーみんなごめん。ちょっとゴミを捨ててきたので遅くなったぜ。もう大丈夫ですかにょん？ああ、心配かけたな。もう大丈夫だぜ。ありがとうよ。それで、今何をしていたのか？あ、石を集めていたところだよ。そうか、確かに石のピッケルたちが木のピッケルたちよりいいからな。あ、
この穴は入り口が2つあるらしいにょん。あそこは後で土で封鎖して今はここを掘るぞ。鉄や石炭は奥にはいるときっとあるわずだからな。さて、少しカットするかな。あ、それはハランさんの。カット。おい、あの音が聞こえるか？雲の音ですにょん。雲だー。この、クリーパー先生ですにょん。くっそ、今ならクリーパー先生に一発で殺される。逃げるしかない。雲は？今は見えないですにょん。ゾンビとスケさんと遠いところにクリーパー先生だけですにょん。そっか。まったく、雲は苦手なんだぜ。あ、スケさんが撃っていますにょん。今は逃げるしかないよ。あ、フランさん、前にクリーパー先生がいますにょん。うん？どこ？また雲だー。いてて。夜だからモンスターだらけですにょん。どこか避難しないとダメですにょん。あ、前にちょうどいいところがあるぜ。ここなら一安心できますにょん。何か食べて回復しないとね。あのゾンビ、こっちまで来るつもりらしいだぜ。ゾンビ一人なら簡単ですにょん。それに敵は水の中で泳ぎながら来るのですからこっちが有利ですにょん。この、へぇ。木の剣だからあまり攻撃力はないな。え？まさか今のがこのワールドで最初の戦闘だったの？まあ、そうなのよ。今まで材料を集めたり家を作る準備しかしなかったからな。いやー、雲はちょっと大変だったよ。いやー、大変だった。あ、ハランさん、大丈夫ですかにょん？さっきすごい音だったのに。言ったろ？こいつは死なないんだよ。ちょっと時間がかかるだけよ。それよりマリサ、反応がないね。マリサさん。気絶しているにょん。雲でも見たの？雲と戦ったよ。はい、捜査犬。あ、ありがとう。夜だから気をつけながら材料を集めよう。周りに羊もないからベッドは後だな。そうだよ。羊どころか、鶏もないね。メイドは多いのにね。よし、ついてくるモンスターももうないそうだし、材料を集もう。でも、油断は禁物だよ。前の世界のように、クリーパー先生にまた暗殺されるかもよ。にょん、クリーパー先生が暗殺を？まさか、またそんなことがあると思う？そうするとそのクリーパー先生はアサシンクリーパーと呼ぶべきだよ。あ、そうそう。そういえば、まだ一つのモードを説明しなかったね。まだいるの？ああ、最後のモードは。任務終了。珍しいね。切れると思ったのにね。ああ、頭がオーバーロードしてしまった。まず、今見えた鹿みたいのはハンターモードのものだ。そして、普通の私なら今クリーパーを全滅してやって叫びながら起こる技が、最後のモードは、エレメンタルクリーパーって呼ばれるモードで、クリーパーが何種類もあるのさ。あ、この辺だな。死んだところがね。アイテムはどこだろう？いて、スケ野郎、後で覚えてろ。いてて、おい、お前ら、何か言えよ。あ、みんな気絶している。やれやれだぜ、しょうがないね。今回はここまでにするかな。でも、ちょっと時間が曖昧だから、クリーパーたちの紹介をしてから終わろう。やーす。クリエイティブモードです。今から追加されたクリーパー先生たちの一部を紹介します。クリーパー先生のスポンエッグは全部で19です。まず、ファイア、ウォーター、エレクトリック、クッキ、アイスのクリーパー先生たちをご紹介します。他のクリーパー先生たちは後のお楽しみでね。では、まずファイアから。色がミカンと同じですね。あ、もともとのクリーパー先生も召喚しましょう。なぜかというと、なんとなくいる方がいいかと思ってね。次は連続で召喚します。こうやって集めるとすごいですね。さて、爆発のテストです。まず、クリエイティブモードを外して、ここにファイアクリーパー先生を召喚します。やった！熱くなれよ！
名前のように、周りに炎が拡散しますね。寒い冬には悪くないかもね。あ、でも家が燃えるかも、注意しなきゃ。では、火をちょっと消して、次はウォータークリーパー先生です。なあ！おう、水ですか？爆発はあまり強くないらしいですが、これは、まあ、そうですね。無視して次です。あ、威力が弱いんじゃなくって、ダイヤ装備だから痛くなかったか。それより空から雷が落ちるとはね。次。フェイク大ピョンシンドラ！なにこれ？最後はアイスクリーパー先生です。雪だるまはたくさん作ることができるらしいですね。あ、スライムが雪を登ってきた。下手な壁は防御もできなくなったのか？爆発の時、水まで凍らせた？すげえなこれ。一応スライムから逃げて、終わりにするか。よっこいしょ。ここまで登ると大丈夫だろうな。よし、これでいい。では皆さん、ご視聴ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。